それでは今回で最後となるこの恐怖体感呪怨最終章、どういう結末が待っているのか、皆さんの目で確かめてください。大変大変大変恐ろしいゲームですね。覚悟のある方のみご覧ください。覚悟のない方もご覧ください。それではスタートさせていただきます。呪われた我が家。今回の主人公は1個目の廃工場のところでアイビーに救われてなんとか生き残ったこの一家の娘ですね、長女です。あれ、家電気ついてないな。まだ誰も帰ってきてないのかな。何やってるのかしら、みんな。ただいまー、パパ、ママ、お兄ちゃん。あれ、電気もつかないし。ああ、何、また何なの。アイビーがあの白いのは何なの。お母さん、お父さん、お兄ちゃん、みんなに電話しても誰も繋がらない。一体何が起きてるの。アキホ、この子運がいいですから、もしかしたら助かるかもしれません。うわ、汚い、すごい汚れてるわ。何、散らかしてホラ付近の部屋みたいだわ。最高かしら。パパ、あ、なんか電話かかってきてるわ。リビングの電話かしら。ちょっとここ開かないわ。なんで鍵かかってるの。ちょっとお風呂場見てこようかしら。もしかしてお風呂入ってるのかもしれないし。パパ、あれ、やっぱりいなさそう。あ、電池はあるわ。電池もらっておこう。お風呂は、まーったパパ、お風呂の水抜いてない。もう何これ、汚いわ。ちょっと水、これ抜く、手入れるのもやだわ。これもうちょっと、ああ、何？何よ、何なのよこのお風呂。家にまで、もうやだ。なんでこんな家パパ買っちゃったの。都心で300万の家なんてどう考えても怪しいじゃない。おお、びっくりしたわ。何、花よ、花ね。ちょ、2階行ってみようかしら。もう電話がうるさいわ。とりあえず私の寝室に行こうかしら。あー、なんか猫の鳴き声が。うち猫飼ってないのに。お兄ちゃんが猫アレルギーだから。また誰かいるの？あ、誰もいないわ。まだ電話こっからも聞こえるのね。わあ、ここかしら。また誰かいたずらして猫入れたの？どっかから入ってきたのかしら？どっから？壁に穴開いてるのかしら？またこの子？またこの子なの？わあ、すごいこの落書き。絵心ゼロよ。さあ、とりあえずこの鍵見つけたからリビングに行こうかしら。
さあ出ましょう。きゃ、また猫。あー、いっぱい。何この数。なんなの。消えたし。何よ、ここの家。猫屋敷だったの？いちいち開けるとき音しないの？ちょっと、操作が。たまにリモコンが暴走するのよね。このトイレもチェックしてみようかしら。このトイレ。何もないの？何これ？ちょっと臭かった。またパパ、うんこしたわね。パパ、うんこしたといつも臭いのよ。お兄ちゃん？おお！何？ここに本。あ、懐かしいわ、昔。友達とやってた交換日記、懐かしいわ。みちこちゃん元気かしら。何？覗いてる。なんなのここ。パパ？パパなの？今血だらけだったわ。なんでパパ仕事着でこんなとこに。さあ、とりあえず電話、多分ママからだわ、きっと。携帯にかけてくれって言ってんのに、電話代かかるからっていつも家電にかけてくるのよね。さあ、来るの？もう、彼氏作っておくべきだったわ。もう怖いわ。引っ越してきたばっかりだから、地元に友達もいないし。お兄ちゃん、お兄ちゃん、また荷物のオナホールを届けてるの？アイビー、アイビーなの？どうやってアイビー電話かけたのかしら。キッチンにはママいるかしらね。行ってみましょう。ママ。何？あ、またこの子？何なの？いつも膝かゆそうにしてるけど。いやあ。何よ？ママ、ママ、あ、なんか光ってるわ、キッチンの方で。ママがなんか置いてったのかしら。はあ、なに、誰、なんで私の家にいるの。ちょっと、またこの人、なんなの。もう何なの、私疲れてるのかしら。なんで電気消えてるの。とりあえずなんか食べ物でもご飯でも。ああ、ママ、ママどうしたの。このもう中古の冷蔵庫汚いわね。さあ鍵。
部屋の鍵、これは2階の奥の部屋かしら。何があるの？さあ、もう行くしかないわ。一回このためやめてよ。また来るわこのため。もう、来るなら来なさいよ。きっと何かあるんだわあの部屋に。何？ああ、また！何をガンつけてやるの私と。舐めるんじゃないわよ。あんたみたいなガキだったら片手でひねりつぶせるわ。さあ、ここの部屋ね。何が来るの？来なさいよ。霊なんて怖くないのよ。何よ、生きてる人間が偉いんだから。パパの帽子、パパ、家から聞こえてくる。パパの携帯にかけたら、なんかのいたずら？やめてよ。パパ、ママ、悪いじょ、あ！なにこのゴミ袋？な、また、もしかしこいつに、パパもママも、お兄ちゃんも。嘘でしょ。もう逃げなきゃ、私も殺される。早く開けて、早く、バッテリーもなくなってきたわ。早く、こんな走って、なんでこんな走、あ、アイビー、アイビーだわ。またアイビーに身代わりになってもらえば。アイビー早く、今行くわ。走れ走って、アイビー、早く外だ、外ね、きっと。アイビー、アイビー、アイビーじゃない。何よ、なんでいちいち泳がせるの。いなくなった。え、そこから、いや、何その動き。乳首が階段のとこに当たって痛いじゃないそれ。やだ、ああ、こっち見たわ。何その毛。こっち来ないで、来ないで、来ないで。そして、アキホも他の家族と同じ運命をたどることになりました。この家に関わるとこうなってしまいます。とても
も恐ろしい家でした。ああ。さあ、無事に終わりました。無事と言っていいんでしょうか。恐怖体感呪怨どうだったでしょうか。救われない最後でしたが、やはりこの家に関わってしまうとね、どうしてもこうなってしまう。助かる道はないんでしょうか。それでは一応ね、これ視聴していただいた人たちも何かあったら困ると思うんで、一応私、除霊というか、まあ、ね、一応そういうのはできますんで、皆さんのためにね、ちょっと一つね、除霊させていただきます。それでは皆さん、目をつぶって笑わないでね、真面目に聞いててください。それでは行きます。青龍、白虎、朱雀、玄武、空鎮、北斗、三才、にゃ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 、さあこれで大丈夫でしょう。これでね、平穏な生活を送れると思います。それでは皆さん、また見てください。 GTA バカゲー、いろんなゲームをやっていきますからね、これからもよろしくお願いします。ホラーゲームもやっていきますから、ではまた見てください。バイビー。